はい、皆さんこんにちは、くまでございます。今日は朝倉市遺跡に来ております。朝倉市遺跡保存協会の会長岸田清さんに今日はお話をお伺いしたことよろしくお願いいたします。すごくいい雰囲気の場所じゃないですか。武家屋敷にさっき遊びに行ったんですけど、昔の雰囲気そのままに残してあって、この昔の文化、このみんなが生活していたものがそのまま残っているという、復元されているという、すっごい感動しました。そうでしょう、はい、完全に戦国にの、ね、タイムスリップするでしょう、はい、ここに来られるとね、刀刺して歩きたいような気分になってしまいます。この朝倉市遺跡を復元されたのは一体いつ頃から。これね、昭和42年からね。昭和42年だって部分的に、本格的には昭和47年から始まる。でもその昭和46年に特別主義の指定を受ける、はい、そして核攻めが始まる。来年でね、はい、昭和40年2年からいきますと、まだ50年で、おお、半世紀ですね。そう、半世紀。特別史跡、特別名勝、重要文化財、はいはい、その30の指定となると、はい、京都の金閣寺、銀閣寺、醍醐寺、奈良の平城京、広、はい、島の厳島、朝倉市史跡と厳寺で6列して、その中の一つ、すごい価値のあるところなんですね。そうなんです。武家屋敷の中に入ってきたわけなんですよ。ここに課長、井戸があるじゃないですか。ありますね。井戸というのはね、はい、必ず昔からね、はい、いざ逃げるときには大事な品を井戸へ隠いて逃げるっていうのは、これ事実です。井戸に隠すんですか。そうそう、持って逃げられない。特にお金なんていうのは持って逃げられない、はいはい、井戸へ隠いて逃げて戻ってきてからまたあげましょうということで、一旦井戸へ投げて逃げる。井戸からは必ず出てきます。あの井戸なんてね、一、はい、つの井戸から1万6000枚という導線が出てきてる。1万6000枚、本当ですか。もうお宝じゃないですか、ね、じゃあ、ね、もしかすると、ね、この地区のどこかに埋蔵金があるかもしれない。出てくれば数億円の価値があるっていう。しかしながら、先ほど言いました通り発掘して50年、はい、未だ出てきてない。あ、せめて私の命の間に出てくればなと。いや、もう祈っときます、ね。そして後ろに見えるのがカラモンですよね。あれ、これがね、あれがもうシンボルですよね。そうです、朝倉の一番中心部ですよね。ね、そうです。あれがこの全国的に広まったのは、あの例の CM ですよね。そうですよ、あのね、これも全部立ち絵もやりましたしね。ああ、もう場所の提供からね、はい、特に家の中の撮影、私の家の中を介護してやったんですよ。そうだったんですか。ね、そうですね。あれからやっぱり観光客、あれも全然違います。やっぱ増えましたか。増えました、増えました。特に今年はね、はい、この新幹線、はい、これが大きく影響してるっていう。我々も予想以上に関東からたくさんの方がお越しいただいてる、今現在の朝倉市遺跡と。素晴らしいですね。朝倉のキャッチコピーは何かと言いますと、はい、ね、京都にもない、金沢にもない、はい、あまりにも何もない。だけど面白いっていうのがこのキャッチコピーなんで。その通りですね。そう考えた時にはね、はい、あまり物を食べるんじゃないと。食べるんじゃなくて、タブレットを持って歩いていただいて、カラモンに入れば、この中にはこんな建物がありましたよ。それ面白いです ね。それから、福建町屋に入れば、はい、こんな女の人が歩いてましたってことをね、今映像で全部収めて、来年の4月1日からは、それを皆さんに貸し出ししましょうということになってる。そりゃすごいですね。じゃあもう自分がこの歴史の中に入り込んだ気分になれるという、入ってくださいよってやつね。うわ、たまらないですね。会長にとって一番お好きな場所ってどこですか。ね、やはりね、はい、一番の面がやっぱこの館なんですよね。館ですね。特に真ん中にはこの日本で最古の花、日本で一番古い花なんかもあるんです。上から全景を眺めながら見ていただく。ああ、それはいいです ね。その朝倉市遺跡を今後ですね、はい、この世界中の人に知らしめるためには、はい、一体どういうやり方が、これはね、最大の目的は何を言っても世界文化遺産。世界文化遺産ですか。いいですね。いや、世界文化遺産になったら快挙ですよ。もうすごいですよ。遺跡はね、日本全国もそうなんですが、うん、やはり案内をつけていただかないとね、はいはい、ただ漠然と歩いてもね、そうですね、ただ石黒見るだけっていうことになってもね、はい、いろんな戦国時代時代の知恵の素晴らしさがですね、うん、ところに残ってる、はい、残ってますね。それを探してもらう、それを聞いてもらうことが戦国ロマンに大きくタイムスリップするってことになると思います。じゃあもしこの案内をつけていただきたいっていう場合はどうやって申し込めばいいですか。これね、これは私の事務所へ申し込んでいただければですね、はい、まあ、50名様までなら時間関係ありません、は
時間であろうと1時間半であろうと、はい、4,000円をいただくんですが、50名様4,000円ですか、その場でね、はいはい、でただね、土曜日、日曜日、祝日にお越しいただくと、はい、ところどころにボランティアの会社が立っていると、おー、ということで、それを無償無料で貸していっていただけると、なるほど、で専門と、それいない時には、うん、我々専門にお願いをしていただくといいと思います。なるほど、ね、なお楽しめるということですね。いや、ぜひ案内をつけていただいて楽しんでみてくださいね。いや、今日は本当に楽しいお話、はい、ありがとうございました。ようこそ。いや、会長にお話を聞いてですね、私もうますますここが好きになりました。最近ではですね、バイオリニストの葉加瀬太郎さんがこの一畳谷のテーマソングを作られたとお聞きしました。この一畳谷朝倉親戚、ますます全国でも世界でも有名な素敵な癒しのスポットになること間違いなしです。皆さんぜひ遊びに来てくださいね。熊さん本舗。